了解しました。報告ありがとうございます。世界を平和に導いてくれたあなたが各国の問題を打ち解けしてくださることで、どれだけ議会は助けられていることでしょう。連邦制になり、マーキュレイ王国がただのマーキュレイ国になって1年、終戦後の問題も収まりつつあります。久しぶりにゆっくりお休みください。旅続きだったあなたの帰りを待っている人がたくさんいるでしょう。あら、お久しぶり。こっちに戻っていたの？イライザさん、お久しぶりです。今、アリシアさんに報告が終わったところなんですよ。それはお疲れ様。お互い戦争が終わってからの方が忙しくなっちゃったわね。今夜は屋敷に泊まるんでしょ？はい、その予定です。それじゃあその時にゆっくり話しましょう。またね。連絡くらい入れなさいよ。あんたってば本当にしょうがないわね。よろしい。素直に謝ったから許してあげる。本当は忙しくて連絡入れられなかったって知っているの。ごめんね、意地悪って。それにしても久しぶりだからかな、あんたの顔見たら嬉しくなってきたよ。こら、こんな往来で何するのよ。まったく、こういうことは、その二人きりになれる場所ってね。あのさ、マーキュレーに帰ってきたってことは、しばらくは任務が落ち着くってことだよね。その休暇、私に付き合ってくれない？私とお墓参りに来てほしいんだ。あの戦いの後、あんたとは行ったきりだったんだ。お父さんと、お母さんと。報告すること？お父さんとお母さんのお墓に？この1年たくさんのことがあったから、私も確かに報告することがあるけど、あんたは何を報告するつもりなの？あんた何を？はあ、なんでこんな場所、こんな雰囲気でプロポーズするかな。不合格。今のは聞かなかったことにしてあげるから、今度はもっと適切な場所とタイミングを選びなさい。話は戻って、この1年たくさんのことがあったから、私もその報告へ行きたかったの。世界が平和になったこと、あんたが頑張ってること、あともう一つはあんたの行動次第かな。ちゃんとしたプロポーズ期待してるわよ。それじゃあ早く出発しましょう。ここに長居したらみんなに捕まっちゃうから。みんなあんたと話したくて、あんたの帰りを待ちわびてたみたいなの。そんなことになったら私があんたに甘える時間が減っちゃうわ。だからね、二人っきりの旅に